空港からおはようございます。使います。何これ、日本橋を模してんすかね、昔の。あ、やべやべ、なんすか。いいっすね、確かに滅多に見れないから。天然芝エビがうま、築地に残るっていう場外の市場の。今 Google マップで店調べてみたんですけど、やっぱ割高なところが多いですね。寿司で確かにね、一番わかりますからね。いただきます。いただきます。おじいちゃん、月見って言ってなかった。 10g で言ってなかった。150円、これです。先生の入った。羽田空港からおはようございます。すげえ、めっちゃいい天気だな。ふわふい。今日は空港なんでこれを使います。これね、ゴリポ。いや、うん、な、寝てる人いますね。空港だったらカメラ持ってても全然恥ずかしくないですね。多分撮影禁止になったの知らないんだな。なんかここのところに影が出てるの、なんだこれ。撮影禁止って書いてあるぞ。え、どこに。どっかに。嘘だ、そんなことないでしょ。日本も今。いや違うでしょ、だってこれ国際線だもん。国内線だったら到着口に行けばいいかもしれないですけど。早く言えよ、なんで国際線に。いや俺もめったに来ないんで全然わかんないんですよ。なんかここから飛ぶのか。じゃあ、あ、上だ、わかった、この上だ。レッツゴー、行きます。ここだ、4階5階行こうよ。あ、プラネタ広場とか。あ、ここだ、よし、レッツゴー。上です。もう羽田空港なんてめったに来ないから何が何だか分かんないっすね。案内板というか、先生その案内板すら見ずに、こっちだこっちだ、到着口だじゃない、出発口だっつって。あ、ここだ。でこれで先生もう一個上のところに行くと、あそこら辺にいろいろ店屋があるんですよ。ちょっと行ってみましょうか。セブンイレブンもあるし、松本清もあるし、何でもありますね。先生英語ペロペロだって言ってたじゃないですか。あの高校3年 あれやりましょうよ。今も全然ダメ。 You は何しに日本へやりましょうよ。で騙してどっかに連れ去りましょうよ。なんかあのバインバインの可愛い子。今 NHK のが外録。全然俺の話聞いてないでしょ。外録ってのよ。あ、ちょっと待って。あ、荷物持たずに空港来るといろいろあって面白いかも。非日常を手軽に味わえる飛行機みたいな。うん、すごい、なんか祭りが。何これ、天草四郎くんじゃん。なかなかいいっすね、面白そう。なんか全国のご当地なんとかみたいなのやってますね。すがある。はい、いただきます。あ、めっちゃうまい。じゃあジュース1個もらってきます。おじいちゃん飲む。今いい。やべえ、しまった。おじいちゃん、あった、奇跡、取ってください。あら、いただきます。おじいちゃん絶対あげないからね、絶対あげないからね。欲しいって言っても買うなら今だよ。おじいちゃんどうすんの。いいの。よし、どうも。ブリは試食ないの。やべ、あるんだ、すげえ、はい、ちょっと食おう。へえ、あるある。ブリ寿司、ブリ寿司買ってってください。ブリ寿司、うん、いやでもほら試食してみないとね、なんとも分かんないですから。あ、ブリ寿司のね、試食がない、残念。へえ、うまそう、すごいな、めっちゃある。ボス、広島がないじゃないですか。広島が。あ、本当ですか。ビールのつみまなんかにもいいですし、ちょっと軽くですね、表面炙っていただいてお召し上がりいただいても香ばしくてすごく美味しいです、はいはい、うん、またあのお好みによっては醤油マヨネーズ、はい、うん、はい、見つけていただいてお召し上がりいただいてもいいかなと思います、はい、それいいっすよ、3つ3連でも全然俺的には。特別もいいんすか。あ、すいません、ありがとうございます。豪華に、はい、いやった、はい、はい、はい、やべ、3連だ、超豪華だ、ありがとうございます。いただきます。超豪華です。うん、ほんとだ、高級感があって鼻にかかるんですけど、うん、独特の、あの通常のかまぼこにはないいい意味での癖があるかと思います。ほんとっすね、はい、なんかスモーキーというか、なんていうか、この受賞のものになります。平成7年になりますが、
ここの三温商店というかまぼこのみが、うん、いわゆるオリジナル商品として開発したくんかまというものの商品になります。あ、くんかま、くん製なんですね。そうなんです。めっちゃうまい。よし、1個買います。あ、ありがとうございます。くんかまだって、カツオ、あ、めっちゃうまいなこれ。失礼します。うん、え、ちょっと待ってください。はい、これどっか置いていいですか。いただきます。はい、これが昆布巻きと赤かまと白ですね。関東の方はよくここの方に板をね引いてるものが多いと思うんですけど、氷、うんうん、見の方では丸々全部巻きますね。なるほど。じゃあこれまとめて、はい、これとこれと、はい、これと、はい、いや俺好きなんですよ結構赤白昆布。これでありがとうございます。お願いします。はい、ありがとうございます。領収書ください。はい、あ、領収ですか。ですね、あれでもいいですよ。え、レシートとかすいません、ここ実はない全部出てなくて。あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫ですか、はい、申し訳ございません。おじいちゃん、お財布、お金、おお、これなんかすごいですね。日本橋を模してんすかね、昔の。あ、やべやべ、なんすか。おじいちゃんふがふがしてて何言ってるか全然よくわかんないですけど、リンゴのジュースあげないって言ったじゃないですか。飲みたいの、うん、ちょっと待って、ここ坂がきつい。このジジイがやっぱりリンゴのジュース飲みたいんですって。おじいちゃん、はい、ごめんなさいって言って、やっぱりくださいって、はい、先に言えっちゅうね。はい、ありがとうございます、はい、あ、今お釣りを。はい、おじいちゃん、いやいや、うん、みっともないからお前のよこせって、ごめんなさいって言いに行こうっつって。ありがとうございます。これもう待ちきれないもんね。ここで開けるなっていう。よし行くよ、おじいちゃん、レッツゴー。ここ羽田日本橋、やっぱりこの日本橋を模してんすよ、昔の日本橋を。旅立ちは昔も今も日本橋。いいっすね。はい、そういうことでしょ。じゃあ行きましょう。外人さんはノリがいい。いいやさあ、いいやさあ。おお、デッキやで。いいやさあ、いいやさあ。いや、寒いっすね。さすがに寒い。まあいいっすね。確かに。めったに見れないから。ほーん、こんな感じ。こんな感じっす。これさっき買った青森ジュース。もう行くの？ちょっと待って、もうちょっと見たいじゃん。うん。めっちゃうまい。めっちゃうまいなこれ。ゴミ捨て場がちゃんとしてんのいけてるね。羽田最高だ。ドリンクはおいくら万円でございましょう。割と良心的ですね。いいね。でさっき買ったかまぼこを一本食い。すげえうまいな。なんだこのかまぼこ。何これ、めっちゃうまい。こんなうめえかまぼこ食ったことねえ。ゲロうまいで。これどこだ、どこのだ、よくわかんないけど、うん、富山の氷見だ。先週行ったとこだ。へえ、うまい、止まんねえ。ジジイにはあげない。あ、すごい、ハローキティジャパンショップもあるね。着物着てる。これエクスパーサってなんだろう、高速道路のサービスエリアとかにもある。で、これ博物館だ。外国人向けじゃないですか。こんな感じですね。なんか朝超早い便とかはあそこだと寝れるんですよ、この左側。だからここがおすすめですね。でもここ人気があるらしくて、なかなか座れないっていうか場所が取れない。これ寝れますよね、このデッキのとこでも寝れるしね。で、これ東京ポップタウンクールゾーンって書いてある。何があるのかよくわかんないです。あ、すげえ、ドンキが入ってる。どんどんドンキが入ってるじゃん。あ、リラクゼーションね。で、限定プリント、プラネタリウムだって、スターリーカフェ。はあ、すごいね。あ、割合安いじゃん、面白いかも。おじいちゃん行く、一緒にプラネタリウムカフェ。そうだよね。あ、どこ、プラネタリウムカフェっていうのがあるらしい。ここにほら正面、あの多分奥じゃないですか、プラネタリウム。見たいの？
いや、そんなに興味ないっす。ここ俺が昔羽田来た時は夜中は開いてなかったんですよ、閉鎖されてて。見れてよかった。お、これで下がれる。で、先生、ここ、あの飯屋スペースっていうか飯のところです。お、江戸小道って書いてある。もうさっと行こう、さっと見ないで、うん、これが出発ロビーの1個上。ただですね、先生、基本的に飯ここら辺高いんですけど、安い店もあるんですよ。確かつけ麺の店は安く食えたんじゃないかな。でもなんか雰囲気あっていいっすよね。これなんか聞いたことある。あー、ゲロったけえな、これ。あ、ラウンジってやつですね。ここっすよ。ここが多分ね、世田谷つけ麺安いと思うよ。ラーメン普通の580円。すごいね。ちょっと味玉乗っちゃうと1230円。チャーシューの方が安いんだ。でもリーズナブルでいいんじゃないですか。夜も確か遅くまでやってたような気がする。で、こっちにもね、なんか飯屋があったようななかったような。でも基本的にここのところにあるやつよりももうちょっと端っこにモスバーガーとか吉野家とかあるんですよ。いや、でもさすがにね、ここ超高いと思うよ。高いんじゃなくて、こっちが江戸前横丁です。こっちもあるんですよ、飯屋が。この前はあそこの一番奥で飯食いました。ちょ、行ってみます。おじちゃん食いたくなったでしょ、飯。じゃあ俺食ってくるんで、ここで待っててもらっていいですか、車椅子で。あ、ダメだ、もう進めないの、やめとこう。高いな。それで1階に3階の出発ロビーに降りていくと。ヘイ、レッツゴー。ん？1時半に出発の手続きするっていうんで、それで全部みんな乗せちゃえばあとはフリーじゃないですか。そしたら飯食いましょうよ。結構時間かかるから、早めに呼ぶからですね。でも空港って基本的に安くてうまい店ってあんのかな。店か。この前来た時はモスバーガーが端っこの方にあるんですよ。で、空港限定のなんか、あの、なんでしたっけ、なんとか丼みたいなのがあるらしい。今なんかああいう充電できるところがどこでも充電できるように配慮してくれてるみたい。いいっすね。なんすか、パチンコですか。パチンコはないっすよ。パチンコ屋にあるだろう。パチンコ屋にはありますね。パチンコ屋にはありますけど、空港の中にパチンコ屋はないっす。先生、ソフトクリーム食うんですよね。エクスパーサー羽田、なんか俗に言う普通のサービスエリアとメニュー同じなんすかね。値段が書いてないじゃん。書いてないっすね。怖いな。ソフトクリームと、はい、ソフトクリームカップとかはどちらにします。カップで、はい、カップお一つでよろしいですか、はい、意外に高い。あとはすみません、アイスコーヒー L 一つ、はい、あれ、おじいちゃん奢ってくれるんですか。やった、いただきます。ここやで。向こうが見にくいけど飛行機が見えるんですよ。それで分かります、向こうに飛行機が。で、ワイが買ったのが空港アイスコーヒー。多分ね、味はね、まあ普通やね。で、おじいちゃん大好きソフトクリーム。この空港で飛行機のタイムラプスってよくあるんですけど、僕ぐらいのレベルになると人をタイムラプスで撮るんですよ。この天然芝エビがうますぎる。これ塩だけ。さっきの物産展です、熊本の。はちゃめちゃうまい。見えます、これエビの頭なんですけど、味噌がちゃんと残ってるんですよ。超うまい。いや、本当うまいわ、これ止まんない。結局ですね、羽田空港で飯食うのは諦めて豊洲でうまいものを食おうってことになりました。なったんですけど、駐車場が並んでんすよ。困ったもんだ。あ、そんなに駐車場が空いて空きがないんだ。空きがないっていうか、台数が、収容台数があんまりないみたいです。で、なんか釣り客が多いんだって。でも釣りの人たちだったら今から夕まずめだから全然開かないんじゃないの、これ。困っちゃうね。でも豊洲に行くには一番ここが近いんすよ、この駐車場が。で、向こう側の方にあるにはあるんですけど、ちょっとね、今からもう動けないしね。もうね、完全に挟まれちゃってっから。
ただですね、豊洲、僕豊洲で飯食うの初めてなんですけど、安くてうまい店はねないと思うんですよ。築地の方が歴史があるんで、向こうの方が地価が安いから築地に残るっていう場外の市場の関係者もいっぱいいる。市場の関係者っていうか飯屋さんね、場外の飯屋さんは築地に残ってるのも多いんで。だってあんな新しい設備に行くって言ったら商売代めっちゃ高そうじゃないですか。商売代回収するまではかなりお金取るんじゃないかな。今 Google マップで店調べてみたんですけど、やっぱ割高なところが多いですね。寿司で1人前3000円って高いな。でもただ今日は我らがおじいちゃんがいるんでおごってくれると思うんですけど、でもたとえおごりだとしても高い店はあんまりわし好きじゃないんですよ。なんかこんな感じでいろいろ、これもあれ中の人はね、あーなるほど、中の人は4階に行けばいいんでしょ。でここもね、うん、約3時ぐらいで、ね、ビラで止まっちゃう。あーわかりました。飯はあるけど残念。なんか築地のここら辺の店ってだいたい5時に全部終わっちゃうんですって。こんな感じでいっぱいあるにはあるんですけど、食いたかったな。もう全部5時で終わるんですって一律。ほら現在地ここでしょ、ドーンってあるじゃん。で諸場代高そうっすね。安い店はなさそうだな。ちょっと一周見てきます。全部シャッター通りですけど、シャッターシャッターシャッターだな。どこも開いてないな。うえー、ほんとしょうがないね。雨の日も傘ささずに行けるんで悪くない。どこもやってね。もうどこも飯屋が開いてないので今日はこれで終了でございます。さよなら。でも結局ですね、めちゃめちゃ腹が減って帰り道築地に来てます。でこの前来たこの和田屋っていううどん、なんか大阪のほら肉しゃぶうどん、かすうどん、ホームランうどん、おでん、面白そうでしょ。行ってみましょう。天かつを入れて、はい、じゃあ俺もそのうどんを、はい、これにかけに油かすとですね、はい、あとさっき言ってたこれわらじかつ、わらじかつ、これもあれですよね、土手ソースかかってんですよ、ね、かかってます。あ、じゃあいいですね。であとおでんのおすすめ3点盛り、はい、盛りで、お冷やを2つ、はい、お願いします。はい、そうですね、大きいグラスだと料金かかりますけどいいですか。すいませんでした。はい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 、ごめんなさいごめんなさい。それだけでいいんですか。なんか鯛めしとかありますよ。バニラアイス、先生見て見て、すいません、頭を下げて、はい、これこれ見て、甘いもん、おはぎとバニラアイスのせってある。もうアイスに目がないですからね。病気なんで、これバニラアイスのせだって。はい、バニラアイスのせ、はい、うん、これにこれ先に持ってきて。先生違うよ、これおはぎだよ。おはぎにバニラアイスを乗せるんだよ。持ってかれちゃったよ。メニューあるじゃんここに自分の。これおはぎか。はい、いいっすよ、それでアイスだけ食えばいいっすから。もういいっしょ、うん、もういいっしょ。じゃあこれお願いします。これにこれ乗せてもらって。すごいね先生、ホームランにすると1600円もかかるの。さすがにうどんに1600円も出せないですよ俺。和田屋のだし、大阪ですね。なんだろう、水が異常にうまいなこれ。店内こんな感じです先生。どうですか、築地に来て寿司以外を食うっていうのもおつっすよね。もう閉店ってことは、まあそうなんじゃないですか。これから客が来るっていう、どうなんですかね、はい、なんかちょっと違うの。これおはぎ、これがアイスだ。はい、ちょ俺ももらっていいですか、おはぎ1個。はいはい、いいんすか、うん、いつになく素直じゃないですか、うん、まあ最初にデザート来ちゃいましたけどね。いただきます。あら、ちょっとくださいよ。食べ、うん、あ、うまい。うん、アイスは普通だなこれ。普通のアイスですね。うん、これおでんです。ちくわとさつま揚げと牛すじ。先生食います。うん、じゃこれどうぞ。なんでそれから行くかな、なんでそれから行くかな。いただきます。関西風なんですかね。うんうん、
うん、うん、まあ普通。こちらがわらじカツ。失礼いたします。あ、こうなってんだ、わらじ。ずいぶんちっちゃいわらじだな。でそういうこと言わないの。そういうこと言っちゃダメ、ディスっちゃダメ。昔ね、カミカツちゃって、はい、あ、カミカツね。こんなに薄いんだよ。はい、いただきます。だけど、うどん屋になんでこんなにある。うん、あ、うまい。うん、これはうまい。これはうまいわ。なんだこれ。確かにこのソースがめっちゃうまいわ。なんだ、なんて表現したらいいんだろう。関西ソースね。これ関西の方でメジャーなソースなんですか。すごい美味しい。これだけでご飯食べたい。これいくら、これいくらなんだ。あるわらじかつ708円。いや、708円ならいいんじゃないですか。すげえうまいな。ご飯が食べたい。おじいちゃん、俺は飯食いたくないとか言ってたじゃん、さっき、うん、早く家に帰りたいとか言ってたじゃないですか。そうね。いや、これはうまい。言ってないっすよね。あのね、なんと油かすがこっちに入っちゃったよ。俺酢うどんじゃん。あ、まあこれで味だけ確かめようか。うどんが一番いいんだよ。まあね、確かにね、一番わかりますからね。いただきます。あ、うまい。なんかほのかな甘み、美味しいよ。これで油かすの値段どうなるか。あ、あのさ、はい、これって卵入ってんじゃなかったの。イエス。九条ネギうどんと九条ネギ月見うどんがあるんですけども。いただきます。おじいちゃん、月見って言ってなかったよ。言ってなかった。あの、卵入れてもらえば。入れましょうか、うん、はい、かしこまりました。これは油かすが大好きなんですよ。油かすはうまいっすよね。ただ油かすが 10g でどれだ。150円。これです。先生の入ってますよ、油かす。どれ。このこれ、ホルモンを油で揚げたようなやつなんですよ。っていうか先生、広島じゃないですか。広島発祥っすよ、これ。油かす入るだけでもうコクが違いますね。めちゃめちゃうまい。これはうまいわ。これはいい。このうどんだけ食いに行きたいですね。そっちはどうですか。コメントがないんでここで一旦切ります。ごちそうさまです。ここカウンターに和田アキ子の写真があったんで、これ和田アキ子の店ですかって俺ギャグで聞いたんですよ。そしたら本当に和田アキ子が作った家だ、店だって。でですね、こっちの左にトートグリルってあるんですよ。もう見にくいかもしれないですけど、ここね、見えます。今もう営業してないんですけど、ここはね、トートグリルは超おすすめ。どっちかって言ったら俺はトートグリルの方が全然いいです。で、和田屋はものによる、そのメニューによります。おでんは正直大したことなかった。なんでこれがおすすめなんだろうっていうレベルでしたね。で、うどんは美味しかった。で、あとわらじかつ、わらじかつも美味しかった。ただ値段的にはやっぱちょっと高いですね。これ和田アキ子のフィーが入っちゃってるんで、やっぱちょっと高くなってんじゃないかなっていう感じでした。でもまあ美味しい、美味しい、美味しいっすね。美味しいですけど、まあ築地に来たんだったら、まあ、次は和田屋じゃなくてもいいかなっていう、まあそんな感じですよ。和田アキ子さん、すいません。